ウオヌマコシヒカリは、新潟県ウオヌマ地域で収穫される、コシヒカリビエルよびコシヒカリの米の産地ブランド、ウオヌマ産コシヒカリとして販売しているケースもある。ペロアールが、コシヒカリビエルよびコシヒカリの最適性育条件に近く、また、生産農家の栽培技術向上により、日本穀物検定協会の米食味ランキングでは1989年より、 2004年まで、コシヒカリで、2005年以降は、コシヒカリールで2016年までの28年、連続、特 A 認定と、国内最高評価を受けていた。1993年に発生した、平成の米騒動でも、特 A 認定を受けた、国内唯一の産地でもある。日本新潟県大ね旧魚沼郡にあたる地域。小千谷市は、元北魚沼郡 10日、町市は、元中魚沼郡であることによる。市町村の変遷があるため、旧魚沼郡の区域がそのまま該当しているわけではなく、かつて、三島郡、旧越郡、旧東区引郡に属していた区域も産地に、含まれている。平成の大合併で誕生した魚沼市は、旧北魚沼郡の川口町を除く地域によって、構成される市であり、 その区域は、元来、魚沼と呼ばれてきた地域の一部である。したがって、魚沼腰光は、魚沼、市で収穫されたものとの理解は誤りである。魚沼腰光標高300メートルの栽培地帯、宇ばさわ神殿魚沼腰光、塩沢山寒気山と小峰山を望む、標高400メートルの栽培地帯、大、原標高500メートルの栽培地帯、清水に下に後 2014-09-27金、上山出店魚沼越光の仮渡資金価格は、2008年頃では、新潟県産の一般腰光に比べて一票あたり、5000から6000円程度高い値がついている。中国商標越後平野は、津島海流の影響で例外がなく、日本海側気候のため、夏季に晴天日が多く日照時間が長いため当熟は、良いが、 フェーン現象が出水期にあると、登熟障害になる。ウオマは、盆地のため気温の比較差が大きく稲の消耗が少ないためデンプンの蓄積条件がよく大粒の、良質米ができる。登熟期間の平均気温は、腰光の最適登熟気温に近い地域のため、食味に関係するデンプンのアミロース含有率が低くなり、粘りが増す。最近は、 猛暑と温暖化の影響で標高300メートル400メートル地域の品質向上が注目されている。2019年は出水期にフェーン現象による高温で糖熟障害が広範囲に発生し過去最低まで一等米比率が低下したと報道された。ありがとうございます。